ネームは、タイ料理の豚肉ソーセージである。酸味のある、発酵食品。日持ちは短く、発酵過程が起こった後に生で食されることが多い。人気のある東南アジアの食品であり、東南アジアの異なる地域で、酸味や香辛料の効きの違いを含め様々な、好まれる風味がある。ネームは、様々な料理の食材として使われ、副菜としても供される。 ネームは 100g あたり 185kcal ロロであり、多量のタンパク質、中程度の量の脂肪、少量の炭水化物を含む、寄生虫と病原性細菌がネームの資料から見出されている。発酵によって生成される乳酸がサルモネラ菌の増殖を阻害する。ラクトボシラスカーベイタスの使用はネームにおける病原性細菌の増殖を防ぐことが証明されている。 放射線照射されることもある。タイの豚肉発酵食品中の細菌含量は規制されている。ネームは東南アジア料理の赤色、ハンガーキの乳酸発酵豚肉ソーセージである。生の豚ひき肉と豚の皮、大量の調理済みもち米、唐辛子、ニンニク、砂糖、硝酸カリウムを使って作られる。牛ひき肉が使われることもある。材料を混ぜ合わせた後、バナナの葉、 合成ソーセージケーシング、あるいは筒状のプラスチックバッグに入れられ、3から5日間発酵のために置かれる。ネームは発酵のために酸味があり、乳酸菌と酵母がソーセージ内で増殖している。乳酸菌と酵母は、もち米と砂糖を餌として増殖し、塩の使用が肉の腐敗を防ぐ。通常ネームは、日持ちが短く、これは冷蔵することで伸ばすことができる。 ネームは作るのに時間と人手がかかる。典型的には、室温で貯蔵され、賞味期限は1週間ほどである。東南アジア全域で作られるが、わずかに違いがある。ネームは、生で食されることが多く、エシャロット、鶏の目ガラシ、スキャリオンが付けられることが多い。ネームと卵の炒め物、ネームカーを、ニームファットワン繊細貝といった。 様々な料理の食材として使われ、副菜や薬味としても食される。調理することで、ネームの風味は大きく変化する。ネームはタイで豚ひき肉から作られたタイで人気のある肉製品の一つや、最も人気のある伝統タイ発酵肉製品の一つと説明されている。タイ北部のネーム網は土器中で発酵される。異なるタイの地域では好まれる風味が異なる。 北部及び東北部の豚肉は少しだけ酸味があり、中部は酸味があり、南部は香辛料が効いている。ネームを使って作られた料理には、ネームと卵の炒め物や、ネーム焼き飯がある。ニームファットワン繊細会はネーム、春雨、卵、スキャリオンや、赤唐辛子といったその他の食材を使って作られる料理である。ネームカーは、ラオスの発酵豚肉ソーセージ。 米、ココナッツ、ピーナッツ、ミント、コリアンダー、魚醤、レモン果汁を使って作られたラオス料理のサラダである。ネームと米を丸めて、たっぷりの油で揚げ、上に様々な食材を乗せて供される。バンコクのレストランセルナーでは、マクニームと呼ぶ料理を作っている。これはネームで包んだアヒルの卵からなり、これを揚げて、リゾット、コールスロー、しいたけハーブ。 および調理した混ぜラン付き人ともに上に潰したニンニクを乗せて供される。様々な風味を持つ酸味のある豚肉は、ファットフェットニーム、トムカーネーム、ホーモックネーム、ニームプラオアンといった多くの応用がある。ネーム 100g は 185kcal ロロ、20.2g のタンパク質、9.9g の脂肪、3.6g の炭水化物を含む。ネームはビタミン B1。 ビタミン B に、鉄分、リンを含む。ネームは時折、夕張り蒸虫や、潜毛虫といった、寄生虫、大腸菌群やサルモネラといった、病原性細菌に汚染されている。サルモネラの増殖は、発酵過程における乳酸の生成によって阻害される、ことが示されている。発酵スターターとしてのラクトボシラスカーベイタスの、使用はネーム中の、 病原性細菌の増殖を抑えることが明らかにされている。ネームは照射殺菌されることがある。大の酸味のある豚肉製品中の微生物含量は規制されている。大腸菌 O157H70.1g 以下、黄色ブドウ球菌 0.1g 以下、ユシニアエンテロコリチカ 0.1g 以下、ビステリアモノサイタージェニツ 0.1g 以下、 ウェルシュ菌 0.1g 以下、カビは 1g 中10コロニー以下、専門中 100g 以下でなければならない。細菌顔量が多いと病気の原因となるかもしれない。ありがとうございます。